携帯買っちゃったよ。今回ね、コミュニティでスマートフォンメーカーのアンケートを皆様に取らせていただいたんですけど、たくさんのアンケートにお答えいただきありがとうございました。アンケートの結果はドドン、このね、オープニングが流れてる間にチャンネル登録をしていただけるとめっちゃ嬉しいです。ではスタート。皆様こんにちは、天然メルモです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。このチャンネルを初めてご覧になる方はこちらチャンネル登録と高評価、すべてというところを選択していただけると最新動画をね、いち早く見ることができますので、どうぞよろしくお願いします。メルモの視聴者さんのスマートフォンメーカーは国内では3位、4位、5位、メルモは見たことないです。次に多い2位はアップル、1位はサムソン。サムソンは強いですね。実は、メルモのチャンネルでは海外の方が8割いらっしゃるんですけど、なぜ日本メーカーがその世界ランキングにね入ってなかったのって思ったあなた、世界ではね日本メーカーが5位の中には入ってないんですよね。話はねだいぶそれちゃったんですけど、メルモは去年の暮れに携帯を買っちゃいました。実はこの携帯です。ソニーのエクスペリア5マーク3です。詳しい、ね、説明はスタッフ A が説明します。はい、メルモさん、ご説明します。エクスペリア5マーク3の主な特徴、エクスペリア5マーク3は本体幅約 68mm の片手でも持ちやすいコンパクトなサイズに、フラッグシップモデルエクスペリア1マーク3で実現した高い AF 性能を備えるカメラ機能をはじめ、没入感ある視聴体験を実現するオーディオビジュアル性能、自在なカスタマイズで勝ちを狙えるゲーム専用機能など充実した機能を搭載しています。リアカメラには焦点距離 16mmF2.2 の超広角レンズ、 24mmF1.7 の広角レンズに加えて 70mmF2.2 と 105mmF2.8 の可変式望遠レンズを搭載しています。一つのレンズで2つの焦点距離を備え、遠くにいる被写体にクローズアップした撮影ができるなど構図の自由度が広がります。またリアルタイム瞳 AF とオブジェクトトラッキングといった高い AF 性能により、動き回る子供やペットの一瞬を鮮明に切り取ることができます。ディスプレイにはアスペクト比21:9:6.1インチ、リフレッシュレート 120Hz 駆動、 HDR 対応の有機 EL ディスプレイを搭載しています。残像が少ない滑らかな画面表示を実現するほか、動きの速いゲームもくっきり滑らかに映し出します。またクリエイターの意図を忠実に再現する独自のオーディオチューニングや立体音響技術により、没入感ある視聴体験を楽しめます。 SIM フリー、デュアル SIM に対応、幅広い対応バンドで自分に合った回線プランを選んで利用することができます。また音声通話とデータ通信のプランの使い分けなど好みに合わせてカスタマイズが可能です。メルモさん、以上スタッフ A がご説明しました。でね、この携帯を買った最大の理由っていうのがあるんですけど、カメラにこの携帯を外部モニターとしてこんな感じでつけてね、撮影してるところを録画できるっていうことなんですよ。こんな感じで前に桜のね写真動画を撮ったんですけど、その時の動画はこちら。
あとね、この携帯ソニーの Xperia 5 Mark 3はすごくね握りやすい。ほんとこうこんな感じですごくね握りやすいし持ちやすいっていうのもあって、あと重さがねなんと 168g というね、めっちゃ軽いんですよ。だからものすごくね使いやすいなと思って、前にその大きいモニターをね使ってたんですけど、それがね録画できないんですよ。ただこうモニターとして見るっていう感じで、それを録画できるっていうのは最高じゃないですかね。それで動画も作れるしみたいな。あともう一つありました。ここ3つねレンズがついてるんですけど、超広角、広角と望遠っていうレンズ、まあ、こんな感じですねあとね近々スマホで初心者でも簡単にかっこよく撮れる写真とか、こんなんみたいな、嘘みたいな動画を撮りたいなと思ってますので、次回お楽しみね。ということで今回はこのソニーの Xperia 5 Mark 3のご紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。では次回またお会いしましょう。